金魚の品種についてもべる。金魚の品種は100種類以上とも言われ、現在の日本では約30品種が飼育されている。それぞれの品種は体型、ヒレの形、色などで特徴付けられているが、以下では大まかな体型別に主な品種を列挙する。ヒレの形や体色、模様などについての解説は、金魚特徴を参照されたい。金魚の中では、 最も船に近い形態で、平、丈夫で、飼いやすい品種が多く、長生きすることが多い。ただ、原種に近いため、和ンなどは、気象が荒く、産卵期のメスへの追尾行動でメスを重症化させたり、おとなしい他の品種の金魚や、大きさの違う個体を、同じ水槽で飼うと、弱い個体の方へ、大きなストレスやダメージを与えることもある。 和菌中国から室町時代に持ち込まれたもので、現在の金魚の品種はほぼすべて和金から派生している。最も手に入りやすく、丈夫で飼いやすい品種。大きく成長する個体もしばしば見られる。10年以上にわたって長生きすることも多く、45年生きた記録もあるという。体長30センチを超えるまでに成長することもある。そういった場合は、 室内のガラス水槽での飼育は一般的に困難であり、屋外の池などが推奨される。尾は、船尾、三つ尾、四つ尾と様々である。輪金で船尾のものは、その祖先である、野生の船の赤い突然変異体である、非船と外見上の見分けはつかない。主文金明治期に、船尾の輪金と三色で目ンとの交配で作られた品種。色は、キャリコ模様で、 尾は吹き流しを、手に入りやすく、丈夫で飼いやすい。和菌同様、大きくなるものが多く、成長するにつれ頭部に、肉粒が発達する個体もある。またこの品種をもとに、イギリスで生み出されたハート型に見える尾を持つ、ブリストル主文菌という品種の実を、熱心に飼育する愛好会も数多く存在する。地金和菌の突然変異により、尾が X 状に開いた品種。 この品種特有の尾は、クジャクオと呼ばれる。色は六輪と呼ばれ、口と角ヒレの計六箇所だけを赤く、他を白くするものである。この体色を引き出すために、人為的に鱗を剥いだり薬品を塗布するなどの方法で朝食が行われる。体質は弱く、飼育は非常に難しい。愛知県の天然記念物で、三河地方ではずんぐりとした個体、尾張地方では、 笹バのような細長い個体が多い。庄内金魚大正期に山形県の庄内地方でフナオの和金とオランダシシ頭を交配して生み出された品種。寒冷な気候に非常に強く丈夫な品種。色は赤かサラサ模様。成長すると角ヒレが伸長してたれ、振り袖金魚とも呼ばれる。コメット日本から輸出された流金がアメリカにおいて、 アメリカ船と交雑して作られた品種とされることもあるが、竜金を選別せず放置飼育により、キン型に戻ったと考えられる品種。手に入りやすく、丈夫で飼いやすい。色は、サラサ模様で、尾は、針のある、吹き流しを。長い尾をなびかせて、素早く泳ぐ姿が水星を連想させるためにこの名が、ついた。輪筋同様、大きくなるものが多く、成長するにつれ頭部に、 肉瘤が発達する個体もある。オーロラ主分菌と江戸地金の交配により近年生み出された品種。見た目は主分菌に近いが、オアー4つオであり、成長するに従い、角ヒレはさらに大きく長伸ばする。まだ流通量が少なくとても珍しい品種。和刀内和菌と流菌の交雑品種と考えられている。体型は和菌だが、尾びれは 竜筋の形をしており、輪にもうにもない珍しい金魚だからこの名前がついたと言われている。ほとんど生産されていない。体は短く、丸みを帯び、大きく発達した尾が特徴。和筋の突然変異体が元である。性格は穏やかで、人慣れしやすい。竜筋江戸時代半ばに琉球経由で中国より渡来したことにより、この名がある。手に入れやすく、 丈夫で飼いやすい。色は赤、サラサ模様。明治期には、竜金と三色で目金を交配して、キャリコ模様のキャリコ琉金も作られた。鉄を長が稚魚の時の船色のままで制御になる品種の個体を指し、琉金以外にもこの個体は現れる。この卵中タイプの個体は、津軽菌であり、オランダタイプは、目のオランダと呼ばれる。中国ではこれを緑で表現し、翡翠。 メノーで呼ばれる個体が該当する。玉砂場キゴ鯉の産地として知られる新潟県中越地方で生み出された品種。気候の影響か寒さに強いとされる。ズングリとした体型に吹き流しを思っているのが特徴。動きは脇型並みに機敏。西キゴ鯉と一緒に泳げる金魚として池などで飼育されていることも多い。派生品種としてさらに尾を短くして、 体を丸くした福だるまがある。土佐金魚高知県の天然記念物。尾が反転しているのが特徴。すり鉢型の容器で飼育され、縁に沿って泳ぐことにより、この独特な尾が形成される。ただし、この尾のために泳ぎが上手ではない上に、水質の変化にも敏感なため、飼育は非常に難しい。他種との混泳も避けた方が良い。 ミューズトサキンと東キンの後輩により近年生み出された品種。トサキン魚に似た体型に、色は前頭明鱗で、オスは黄色、メスは白色。三つを特徴とする。竜金の変異体を元にしており、基本的には竜金の体型と同じ。名前の通り左右に大きく飛び出た目が特徴。上から干渉するのを好まれる。生まれた時は目は飛び出しておらず。 生後数ヶ月あたりから徐々に、そのような形態になる。デメキン中国から伝来した年代について、赤デメキンが初めにあり、その突然変異で黒デメキンが出現した。三色デメキンキャリコデメキンとも読む。赤デメキンの突然変異で出現したもの。赤、白、黒、藍色のモザインキャリコ模様の金魚は、ほぼ、すべて、これとの交配により作られた品種である。 流通量はやや少ない。長尾近年に出回り始めた中国金魚で尾が蝶のように広がった品種。特に白と黒のサラサ模様の個体はパンダ長尾。赤の体色に黒いヒレの個体はレッサーパンダと呼ばれる。日本に輸入されるほとんどがデメカナ型の個体であるが、蝶を持っていればこの品種となるので必ずしもデメカナ型に限定される品種名ではない。 流金の突然変異をもとにしている。代表格であるオランダ獅子頭の獅子頭の名の通り、頭部に肉瘤が発達している。一般に飼育しやすい品種が多い。いずれの品種も比較的長い体型を持つ系統と短い丸型の体型の系統のものがいる。オランダ獅子頭江戸時代に中国から琉球を経て長崎に持ち込まれた。当時は鎖国の影響もあって珍しいものは、 オランダものと呼ぶ風潮であったため、この名がついた。獅子頭という名前の由来となった頭部の肉汁が非常に発達している。色は赤、白、サラサ模様。手に入れやすく、比較的丈夫なため飼育も簡単。日本で古くから親しまれてきた比較的長い体型を持つ系統と近年になって中国から輸入されるようになった。 短い丸型の体型の系,の系統の二つの系統が存在するが、両方とも流通は多い。ジャンボオランダ、ジャンボシシガッシラオランダシシ頭の特に大型のものを交配して作られてきた品種。熊本県や長崎県など、主に九州地方の特産。大きな個体では、体長が50センチメートル近くにまで達する。東ズマ昭和になって、 オランダ獅子頭と三色デメキンの交配で作られた品種。色はキャリコ模様。頭部に赤がしっかり出ているものが好まれる傾向にある。イギリスではキャリコオランダと呼ばれる。これの黒模様が出ず紅白の実が出たものは従来は跳ねられてきたが、近年は桜東と呼んで新たなカテゴリーで売るようになった。単調昭和に中国から輸入されたのが、 はじめとも言われ、かつては中国金魚のカテゴリーで売られていた。日本人好みの紅白で人気を博し、現在は日本で広く作られている。白い体と赤い頭部が単調ずるを思わせるので、この名を持つ。英語では、レッドキャップオランダ、中国語では、本当ゆいと呼ばれる。背びれがない、ガトーゆいと呼ばれる品種も、中国では流通しており、日本でも、 が高頭として知られるが、こちらは単調に比べあまり売られていない。茶金昭和になって日本に中国から入ってきたため、かつては中国金魚のカテゴリーで売られていた。名前の通り、色が茶であるのが最大の特徴。頭部の肉流が発達するものとしないものとがある。英名はチョコレートオランダ。中国語ではこの色を茶ではなく紫と表現して紫 G。 流通は多いとは言えず入手はしにくいが飼育は難しくはない。成分魚、成分とだけ言うこともある。昭和になって日本に中国から入ってきたため、かつては中国金魚のカテゴリーで売られていた。名前の通り青みがかった色を持つ。特に頭部とを除いて白く退職した個体は羽衣と呼ばれ、全体が白くなった個体は白鳳と呼ばれる。 名前は中国で上から見た姿が、文の字に見えるような三つ尾や四つ尾の金魚を、文魚と呼ぶことから、流通は多いとは言えず入手はしにくいが飼育は難しくはない。日本花草、伊勢花草尾行のあたりに花ひげ、または尾房と呼ばれる房があるものを総称してこう呼ぶ。明治期までは、伊勢地方で作られており、日本花草あるいは伊勢花草と呼ばれた。 背びれのない卵中型の花房は中国花房と呼ばれる。英名はポンポン。背びれがないのが最大の特徴。体は丸みを帯びており、尾びれは竜筋型に比べれば肉厚で短い。泳ぐのも比較的下手。江戸時代には卵虫という表記も見られたという。当時はマルコと呼ばれ、頭部の肉瘤は発達していないものであった。その後、 幕末以降になって、東部の肉流の発達した乱中が一般的となった。戦後になって、現代のような無色透明なガラスが普及するまでは、日本製のガラスは表面が若干細かく波打っていたり曇りガラスであったりしたので上から見るのを好まれた。乱中色は赤、白、サラサ模様のみ。黒が入らないのが良いとされてきたが、最近では黒、 ランチュ中として、カテゴリーが作られて売られるようになった。津軽金江戸期から、青森県の津軽地方で飼育されてきた品種。江戸時代には地元では、地元魚あるいは、津軽金魚と呼ばれており、頭部の肉瘤が発達するものとしないものとがあった。校舎については昭和に、広崎展覧会で、秩父宮洋人志新郎が、津軽金と命名したのだという。 太平洋戦争で耐えたが、1990年代後半、頃になって、乱中と東金を交配させて復元した。現在は、青森県青森市の浅虫水族館などでも、干渉が可能。寒冷な気候には、シーが暑さには非常に弱いという、広崎ネプタ祭りの金魚ネプタは、この津軽金をモデルにしたものと言われている。 出雲南京南京とも呼ばれる。島根県の天然記念物。マリコ型の特徴をよく残し、背びれがなく頭部の肉流は発達していない。色は白カちのサラさサがよく、白地に口と角ひれの実が赤いクリンが良いとされる。巣などで人工的に色を整えて作ることがある。尾は四つ尾。あまり丈夫ではなく、飼育は難しいと言われる。 大阪乱中江戸時代、大阪を中心にマリコ型の乱中が盛んに飼育されていた。マリコ型とは背びれがなく肉竜の発達していない金魚である。幕末にはすでに大阪で、これの品評会も行われていたが、大正期頃には背びれ尾びれが豪華で肉竜のあるタイプの金魚に人気が移って生産量も減り、太平洋戦争後には一旦敗滅した。 現在売られているものは、卵中に中国花房、出雲南京、土砂金魚を交配して復元されたものである。特徴としては、無論背びれはなく、肉粒がなく、花ひげ、または美貌と呼ばれる房が尾光のあたりにあること。尾は三つを、色は愛知県の天然記念物寺金と相互に影響、あるいは対抗しあったこともあってか、全体は白に、 角ヒレと口だけが赤いロクリンに似たものが良いとされる。江戸金昭和に乱中と東金を交配して作られた品種。色はキャリコ模様。その後東京都水産試験場で改良されて現在に至っているが、まだ安定はしていない。交配の過程で尾びれが長い答えが現れることもあり、それらは軽金という品種になる。桜錦昭和に、 江戸金と卵虫を再び掛け合わせて作られた品種。品種登録は平成になってからという非常に新しい品種である。流通量は多くないが、飼育は難しくはない。色は、サラサ模様に透明ウロコが入る。同様の外観を持つ個体は、アズマニシキと卵虫でも生まれ、そちらは、ケイサクラという品種になる。が、頭くれない戦後、 中国から輸入された品種。肉粒の発達した紅色の頭を持つ。近年はその色合いから単調、鶴の名をつけて、単調卵虫の名で市場に出回っている場合もある。銀魚成分魚のように青みがかった体色が特徴。頭の肉粒はほとんど発達しない。尾は三つびか四つ尾。白く体色したものは白銀魚と呼ばれる。秋二明治期に卵虫と、 オランダ獅子頭を荒廃して作り出された品種。本来は背びれのないオランダ獅子頭を作ることを理想としていたが、太平洋戦争で途絶え、現在は卵中の中で尾が長いものを一般にこの品種としている。色は赤やサラサ模様頂超天眼デメンの突然変異を元にしていると言われるが、現在では卵中の突然変異とされている。 上を向いて飛び出た眼球が特徴。背びれもない。中国では、清史時,時代には存在していたとも言われ、日本には明治以降に入ってきた。視力は全くないため、泳がないでほとんどじっとしており、嗅覚で餌を探す。美光に美貌を持つものは、頂天花草という品種になる。水泡眼中国では長らく門外不出とされており、日本には1958年に持ち込まれた。 頂天眼と同様に背びれがなく上を向いて飛び出した眼球を持ち最大の特徴はその目についている風船のような水泡である。これは角膜が肥大したもので中にはリンパ液が入っている。破れるとまず再生しないので飼う時には非常に注意を要する。英名はバブルアイ。基本的にはオランダ型と同じであるが あたかもピンポン玉のような非常にまん丸な体型と真珠のような鱗を持つ。チン玉鱗昭和になって中国から日本に入ってきたパールスケールとも呼ばれる。体は半円形に膨らみ逆立っているように見える鱗が特徴。名前の由来はこの鱗が真珠のように見えることから、浜西近年以降静岡の浜松地方で誕生した品種でチン玉鱗から 頭部の肉瘤を発達させて作られた。チンダ鱗同様、体は半円形に膨らみ、逆立っているように見える鱗が特徴。愛好家向けの品種のため、流通量は少ない。保留中国の高藤パールを国内の愛好家によって、体色を黒色に作出された金魚である。体色が白色は国生流と呼ばれる。流通はかなり少なく、飼育は ハマキンやチンダマウロコと同様である。この他にも古くから非常に多くの品種が存在しており、上にあげたものが全てではない。時代の好みや流行によって、以前なら跳ねられていたものを新しいカテゴリーで品種となって人気になったりもするし、さらに現在でも新品種、外国産品種が続々と追加されている。品種として確立していない場合でも、流通の過程や、 小売店で便宜的に名称を与え、新品種のように扱われている場合もあり、すべてを列記することは極めて困難である。流眼作成方法は不明だが、デメキンとオランダ獅子頭を交配したと考えられる。中国金魚。体型はオランダ型で頭部の肉瘤があり、目が若干出っ張っている。入手はやや難しく中国産が多い。 国内産は市場にほとんど流通しない。柳デメキンはキンの体型に長い吹き流しをとデメキンのような大きく飛び出た目をつけたような品種。今の段階ではあまり品評的に評価されていないため、選別段階で跳ねられることが多く、市場にはあまり出回っていない。中国流金2000年代頃から輸入してきた流金である。尾が特徴的で、 短いショートテールや広がっているブロードテールが多い。退職はスアカやサラサ、三色など。飼育は難しくないが、ショートテールは転覆病になりやすいので注意が必要である。入手はしやすい。中国乱中以前はセナリがまっすぐの品種だったが、近年は国産に近い形が多く流通している。ただし、セナリの形にはバラつきがある。 体色は、スワカ、サラサ、黒、キャリコ、桜色が多い。茶色や青色もいるが、流通は、やや少ない。ありがとうございます。